テラさん、これは。もう使えないわ。そうですか。想像以上に損傷が激しいな。エナジーストーンが無事だったのは幸いですけど。あれ？でもどこにもないみたいだけど、エナジーストーン。私の部屋に厳重に保管してありますわ。前に盗もうとした人もいましたし。ダメだ、紋章エネルギー伝導管が全部ダメになってる。これじゃラクールホープは発射できない。部品さえあれば直せるのに。レオン、この辺りの地図ですわ。もっともソーサリーグローブが出現する以前のものですから、今はだいぶ変わってるかもしれませんけれど、紋章エネルギーの伝導管が手に入れられるとすれば、ここですわ。スミス、いろんな機械を作ってる町だ。確かにあそこなら意外に近いな。よし、僕が取ってくる。クロード、私も行くわ。二人きりで行かせるのも心配ですし、私も行くしかなさそうですわね。レナ、セリーヌ、僕はどうしよっかな。魔物とかいっぱいいそうだし。あなたが残ってても役に立たないでしょ。一緒に来るの。オペラさん、後のことはお願いします。任せて。あなた方もサボったりしたらただじゃ起きませんからね。クロード、他に必要な部品も書いておいた。もし手に入るようだったら。分かった、何としても手に入れてくる。頼んだよクロード。うわ、むちゃくちゃだ。でもラッキーですわ。え？まだ元の道が分かりますもの。そうですね、まだなんとかなりそうですね。先を急ぎましょう。ゆっくりした。どこ行くんだ？トイレっすよ。やっぱり来るだけ無駄だったんじゃ。無駄かどうかはまだ分かりませんわ。探そう、レオンが待ってる。出た。あれは兄貴。大丈夫か。機械と魔物の連合軍だ。ラクールホープを守るんだ。キルだ。誤解に際する純粋なるもの、核よりさらなる深き核を生ぜよ。なぜあいつら攻撃してこないの？ラクールホープが狙いじゃなかったの？まさか。兄貴、あの女逃げます。なんだと。アマにかけ、その恵みと決せよ。やっぱりエナジーストーンが狙いだったのね。待ちなさい。どいて。どうしても邪魔する気なのね。アシッドレイン。
名前を。たまげ。エネルギー伝導管は手に入ったの？手に入ったのはこれだけだ。そう。オペラさんは？それがあの女逃げやがったんだ。え？ちょっといい加減なことおっしゃらないで。またお仕置きされたいの？本当だって、俺たちはこの目で見たんだ、あの女が逃げてくところを。そんなの嘘よ。レオン、しばらく森の方で銃声が聞こえてたんだけど、そのうち途切れてそれっきり。オペラさん大変だ。エナジーストーンが奪われた。エナジーストーンが。クロード、森の中にはロボットの残骸しかなかった。やっぱりオペラはもう。まだ亡くなったと決まったわけではありませんわ。そうよ、何も見つからなかったってことはまだ生きてるってことよ。いや、あれ、レナ、ペンダントは？あれもエナジーストーンの一種だって聞いてたから、レオンに分析してもらってるの。ダメだ、これも確かにエナジーストーンの一種には間違いないんだけど。そうか。自分の研究室だったらもっとじっくり分析できるのに。どっちにしろ紋章エネルギー伝導管がなきゃ修理できねえんだろ。エナジーストーンが手に入ったって無駄さ。あなた方ね、ひょっとしたら使える部品があるかもしれない。クロード、これは僕の世界で使われている機械だ。フェイズガンといって、オペラさんの武器を小さくしたものと考えていい。今は壊れていて動かないけど、こっちは通信機、遠くにいる仲間と会話するものだ。でもその2つはクロードがずっと大切に持っていたものなのに。いいんだよ。それにこのフェイズガンは自分自身を守るようにって父さんから渡されたものなんだ。この星を守るために使われるんだったら父さんも許してくれるさ。クロード、わかった、必ず役立たせてみせるよ。これでいいんだ。お？クロード、もしクロードが私と出会わなければ
クロードはもうとっくに自分の世界に戻れていたのかもしれない。本当にごめんなさい。もし僕がレナと出会わなければ、今の僕はなかったかもしれない。レナと出会えたおかげで、自分の手で運命を切り開くチャンスを手に入れることができたんだ。本当にありがとう、クロード。僕は勇者じゃない。でもできるだけのことは精一杯やっておきたいんだ。悔いを残したくないんだ。綺麗。なんだよセリーヌ、こんな時間に。ギャッ、まさか。私ずっとアシトンのことが気になっていましたの。なんちゃってなんちゃってなんちゃって。やっぱりそうだったのか、今までの君の冷たい仕打ち。前々から愛情を隠すためのものじゃないかと思っていたんだ。アシト、どうしよう、どうしよう、どうしよう。そうだ、僕には足らない。この滑らかな曲線、まったりとして優雅なる木の方向。違うだろう、僕にはプリシスじゃろ、プリシスじゃ。アシト、何一人でブツブツ言ってますの？ラクールホープが治らなかった場合も考えて、十分作戦を練らなければなりませんのよ。なんだ。ぜひ意見が聞きたいの。セリーヌ、ギョロとウルルの。僕の意見じゃないのかよ。だってアシトンがいないとギョロやウルルンとお話できませんもの。結構当てにしてますのよ、私。え？何でもありませんわ。さあ、これを見て。ギョフ。逃げないんですか、兄貴。どう見ても負け戦っすよ、こりゃ。負け戦からはとっとと手を引くってのが俺たちのポリシーでしょう。そりゃそうだけどよ、あいつら見てるとまだなんとかなるんじゃないかって、不思議とそんな気がしてくるんだよな。こんな俺たちでもいねえよりはいた方がマシかなって気分になってよ。兄貴、あの通信機とかいう機械から人の声が聞こえてきたんだ。なんだって？こちらクロード、クロード C ケニー、聞こえますか？相手は何て言ってました？それが私たちが駆けつけた時にはもううんともすんとも言わなくなってて、空耳だったんじゃねえか？そんなことないよ、確かにクロードの名前を呼んでたんだ。この音、また攻めてきたのか。しょぼこりもなく、待って、あれはもしかして。
さん。ブリシエちゃん。クラウド。久しぶり。やっぱりこうなるのね。ギャフギャ。あれ、アシュトンいたの？ユキさん、みんなのこと心配できちゃった。約束通り持ってきてやったぜ。それじゃあ古文書の解読は？ああ、キースがバッチリやってくれたぜ。こいつには世界が破滅に至る経過が予言されてたんだ。まずソーサリーグローブが降ってきて魔物が大量に発生。問題はこれから先起こることだ。何が起こるんですか？空に黒い月が現れる。そこに破滅の紋章が浮かび上がるそうだ。破滅の紋章？破滅の紋章現れた後、七昼夜の地に生き物は死に絶え、さらに七昼夜の地星は砕け散るとある。ってことは、その破滅の紋章が現れてから7日以内に何とかしなきゃいけないってこと？そういうことになりますわね。エナジーストーンと紋章エネルギー伝導管さえあれば。あるわよ、両方とも。え？なんだって？あたしのメカホース、エナジーストーンで動くように改造したの。前よりぐんと燃費が良くなったわ。そうだったのか。紋章エネルギー伝導管もたくさん使われてるから、分解すればなんとかなるんじゃない？いいの？君の大切なメカなんだろ。だってクロードが困ってるんですもの。お役に立ちたいな。ねえクロード、ねえ。ありがとう。古文書には勇者に関する記述は一切なかった。でもあちこちに勇者の伝説とかがあるのに。おそらく滅亡を恐れる人々の願望が生み出したものだ。ただの迷信だ。勇者なんてのは実在しないんだ。そんな。それでもお前らクロードと一緒に行くのか？行きます。クロードが行くのならどこまでも。私、勇者なんて人と一緒に来たつもりはありませんわ。そうだ、クロードが勇者かどうかなんて僕たちには関係ない。ギャッギャッ。そう言うと思ったぜ。そうだクロード、これ。分解したんじゃ。使えそうな部品はなかったし、中を見たら意外と簡単に修理できそうな構造だったんでやってみたんだ。ありがとうレオン。別にお礼を言われるほどのことじゃないよ。父さん、僕は戦うよ。みんなを守るために。